難しいな。でもまだ先に進める気配じゃないんですよね、これ。どうしよっかな。しかしちょっと今スース持ってるんですけど、攻撃が強いのが今ミサだけなので、ダメージリソース的にどうなのっていうところがちょっとあるんですよね。なのでそれ考えたら、今残り3人のうち攻撃一番高いのが芝なので、芝をちょっと攻撃メインで育てていくのもありなのかなというふうに思ってます。使ってないのをいくつかで持たせ替えて育成させるでもいいんですけどね。であと当たり前っていうかな、なんか予想はしてたんですけど、やっぱアイテムの消費量が結構多かったので、結果的に枠が今12個ってなってるので、そこはまだいいのかもしれないんですけれども、やっぱちょっとアイテムが少ないのかなって気がしてるんですよね。あと時間の元、速さの元っていうのもあるので、これ使っちゃうっていうのもありっちゃありなんですけどね。まああえて使ってはいないんですけど、使っちゃうか、せっかくだから。スラさんのと何に使おう。シワに使おうか。あ、これでまた2枠空いたから、まあよしとしましょうか。1,2,3,4,5,6,7 だから今14個空いてるのか。やっぱりちょっと探索していく上でも、やっぱアイテムが結構キレキレになっちゃってる。キレキレっていうか、なんだろう、結構ショートしちゃってるんで、それ考えると、やっぱ安心していくためにはちょっと育成も欠かせないのかなって気も本格的にはするんですよね。まあなんやかんやで育成した方がいいかなって言ってながら進めたりもしてるんで、その辺はなんだろう、いろいろあるんですけれども、まあどうしようかな。まあちょっとどうするかはまた考えますけれども、まあ、もしかしたら裏で育成してってるかな、ちょっとわかんないですけど、その可能性もしかしたらあるかもしれませんし、まあいらないアイテム、まあもしかしたら使いどころがあったかもしれないアイテム売っちゃったりもするので、なんとも言えないんですけれども、そういうのもあるので、まあ積み残しもあと大体はやっちゃってて、まああと管理室の宝箱ぐらいなので、もうあと大体やることがないんですよね。せいぜいやるとしたら本当に育成してストーリー進めていくぐらいしか本当は手がないので、まあガーネットも手に入れちゃったので、宝石系気にする必要もないですし、まあちょっと探索が微妙な線になっちゃったところはあるんですけれど、まあそれもそれしょうがないと思ってるので、しょうがないというか、まあ多分深くやってもそうそうないだろうというふうに考えてるので、まあそこら辺は今無視してますけれどもね。まあ、なのでそれ考えて、まあ、あとこれ以上装備なんか買って強化するってのもちょっと厳しいと思う。厳しいというか、多分
現実的じゃないと思うので、まあそれこそいらないアイテムてかポイズンダンス買えるから売るか、まずそれだけやっちゃおう。ポイズンダーツ持って、バードムーンを持って、どっかで売ってるっけ？売ってないか。もしかしたら売ってんのかもしれないけど、まあいいや。もしくは、なんだ、ミサに強い武器持たせる。ああ、でもやっぱりミサがやられるとその辺リスクがあるから、やっぱシバー強化していくのをちょっと考えた方がいいかなと思いますね。うん。多分現状だとまだ進もうにも進めないと思うので、次回、多分育成終わった状態からもしかしたら始めてるかもしれません。まあちょっと、どうするか本当に考えてないので、まあ、可能性あるとしたら裏育成やってまたやる感じですかね。まあそれでまた続コクピットへの道の探索の続きやっていくかなというふうには考えてます。まあ、ラボラトリーに関しても基本はだいたい今回で行っちゃったので、行っちゃったっていうか、まあ調べるだけで終わっちゃったので、ラボラトリーに今わざわざもう一回行く必要はないんで、そう考えるとやっぱ今コックピットへの道しか多分進める上では行くところがそこしかないので、そこ行く感じになるんですよね。まあなので、ただやっぱちょっと敵のエンカウントしてもやっぱ辛かったので、うん、やっぱり育成やってからやろうかなと思ってます。まあどうするかちょっとまだ考えてないんですけれども、まあ今回収録始める時点でちょっといくつか調べてから行ったところもあるので、そういう意味では、うん、やっぱ裏でちょっとやっていこうかなというふうには思ってます。はい、というわけでスターゲイザー実況プレイ今回は以上になります。まあ、パート数いくつか分かんないです。多分本数的に言うと多分9本かな、9本なので、56ぐらいになってるかもしれませんけど、一旦ボーディーゲーターになります。じゃあですね、次回は、おそらく育成を終えた状態で始めていこうかなというふうに思ってます。ではご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。